はい、皆さん、どんなお正月をお過ごしですか？家族で賑やかなお正月を過ごしておられる方、一人でリラックスしたお正月を迎えている方、友達とワイワイ過ごされた方、いろいろだと思います。私はこの年末は子供たち家族がそれぞれの実家に行ってしまったので、主人と二人取り残されて寂しい年越しをしました。家族がいないお正月というのは、改めて考えると生涯で初めての経験かもしれません。はい、皆さん、改めて明けましておめでとうございます。今年のお正月は主人と二人だけでしたので、初めは非常に気落ちして、もうどうでもいいやみたいな気分になってしまいましたが、そこは何事にもポジティブに捉えたがる私のことなので、無理やり一つのチャンスと考えました。で、例年私が年末に思うことは、大掃除がもう大変。大掃除のことを考えないで、31日から1日に普通に日にちが進んでくれたらどんなに楽だろうかということです。次に思うことは、毎年暮れになると何でも値上がりすること。そして31日5時過ぎあたりから、その高かったものたちが一気に値下がりすること。例年これらの年末食材やおせち関係の料理を半額価格で買えないことに若干残念な思いを抱いていた私です。だって同じ食材ですよね。ちょっとお年取りの夕食開始をずらせば、同じものが半額以下で買えるわけですから。でもお客を呼んでいたらそんなわけにはいきません。一番高い時期に山のような買い物をしてきて、冷蔵庫を満杯にし、それだけでなんかどっと疲れるんですが、前日くらいから気合を入れて煮物とか作り始めるわけですよ。そのしんどいこと、最後に例年夢見ていたことは、この年末年始の期間、すべてをほったらかしにして旅行に行ってしまいたい。旅行先で何もしないで美味しいものを食べて、世間の忙しさを尻目にのんびりと年を越したい。こんなことを暮れの忙しさの中でいつも漠然と考えていたんですよね。で、娘たちが来ないお正月、気合の入らない寂しいお正月ですが、考えようによっては往年の夢を叶えるチャンスではないかと無理やり自分に言い聞かせました。ということで、左岸家の年末年始の様子をご覧ください。いや、興味ないしって言われそうですけど、まあお付き合いください。では12月30日です。大晦日ではないですが、まあ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 、半額商品での夕げの様子です。お年取り料理ということで、普段より少し贅沢な鯛めし弁当とお惣菜屋さんの鬼しめで乾杯です。なんていうか、わびしいというか、みじめというか、そんな感じですかね。貧困老人家庭の年末という動画を消しそうな画面ですよね。
はい、12月31日、お年取りの日です。12月半ばに急遽ホテルを探しましたが、年末から元旦にかけての空いている部屋を見つけるのは大変でした。もう部屋さえ空いていれば地域はどこでも良いというつもりで探したところ、山梨県は河口湖のほとりに良さげな旅館が見つかりました。大晦日を旅館で過ごすという本当に生涯で初めてのイベントです。まあ画面の方しばらくご覧ください。こちらお品書きになりまして、少しご説明しますね、はい、こちらお品書きで食前酒、こちらレモン酒という甘い酢みたいなお酒になります、はい、そして目の前前菜がありまして、この赤い器からご説明します、はい、ごま豆腐湯葉巻きと言います。で、上にウニとわさびが乗ってまして、はい、でちょっとお品書き書いてないんですが、隣に5枚あの菜の花ですね、そちらが5枚になります、はい、でこの丸い器のこの、はい、こちらの器からこちらで前です。で、上にカニ身が乗ってます。そして隣ですね、そちらが角煮のおこわです。これこちらです、こっちか、はい、はい、で、その下の揚げてあるもの、フグのイカ衣揚げと言います。はい、で、その3点盛りなんですが、上からですね、鶏松風のフォアグラと言います。で、その白いものはこちらのイカ月間といって、白いとこイカって中の卵ですね。で、その隣はですね、エビ芋のこちら味噌田楽と言います。これね、はい、四角いの、はい、はい、そして重いものがちょっといろいろご用意してまして、何かお飲みになりますか。はい、じゃあお疲れ様でした。一年で何しよう。レモン、おいしい、甘くて、はい、でこちらに置かせていただきます。はい、はい、おー、はい、ありがとうございます。で、ちょっとですね、お品書きの中で本日おすすめ3品と書いてありますが、ちょっと大晦日で4品になってます。はい、はい、ではちょっとご説明します、はい、上からこちらヒラメになります。ヒラメ、はい、で、その隣の白いものイカになります。はい、で、そのイカの手前、寒ぶりです。寒ぶり、はい、そして中トロになります。お召し上がりください。はい、で、あとお一つ、あちら釜飯、本日のご飯のホタテの釜飯ですが、はい、ちょっとお時間かかってしまうので、はい、火をつけてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあちょっと前失礼しますね。申し訳ないです。うまい。美味しいけど、確かに味が薄い。お刺身、このツヤがすごいね。久しぶりにうまい刺身、うまい、中トロって言ったっけ、ツヤの中トロ、何食べるの。お口の中で油が溶けていく、うん、口の中が溶けて、うん、まさにトロ、ちょっと柚子が入ってるって言ったっけ。ああ、すいません。いいね、じゃあこちらお下げしますね。ありがとうございます。うまい、味は最高だ、うん、どれどれ、じゃあこれからちょっといただいてみる。
おいしい。わさび、わさび。うわ、ベチョベチョしちゃった。あ、柔らかくておいしい。確かに美味しい。うまい。確かに富士山が美味しい。俺もあの箱根のターンパイクで富士山目の前に大体全部行った時にダーッと目の前にダーッと全部下の方お焦げだから。うん、下の方お焦げは食べる。本日は大晦日ということで、はい、お蕎麦が、お蕎麦が来ました。年越し蕎麦、はい、ありがとうございます。はい、エビ天蕎麦になります。召し上がってください。はい、お茶も置かせていただきます。はい、では最後デザートですので、はい、ごゆっくり召し上がってください。はい、失礼いたします。このままいい、これ食べる。うん、はい、これが年越し蕎麦ですね。ホタテご飯、おこげが入ってます。で、カニの酢の物、コウの物。うん、うまい。ライスで上にチョコレートソースとアーモンド乗ってます。あ、はい、で、こちらの大福ですね。こちらがいちごのクリーム大福です。美味しそう。どうぞお召し上がりください。はい、ありがとうございます。ほうじ茶、ちょっと熱いですが、どうぞお飲みください。はい、2020年1月1日元旦です。朝から豪華な食事でしたが、旅館の朝飯って美味しいですよね。昨日あんなに食べたのに朝飯もペロリと食べてしまいました。あっという間に夢のような時間は過ぎて帰宅です。アワビがついてるの。はい、左岸家のお正月の様子でした。最後までご覧いただいた方、ありがとうございました。皆様のおかげで動画作りが続けられています。今年も昨年並みに老後のお金問題を中心に老後生活をアップしていく予定ですので、よければ長くお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。サガンでした。 See you. Bye bye.